はい、アザラシ農園210日でございます。先週と違って今週は特に伝えることは何もないという状況ですけどね、先週植えた春菊なんですが、植えたっていうか間引いたやつを植えたやつね、まあ、なんとなくね、定着してるよね、なんとなくね。だから間引いた春菊なんかはね、小さいの取っても食えないから、こうやって植えていけばよかったね、もっと早くね。そしたらもう春菊畑にできたわ。で、野沢菜なんか葉っぱが紫色になっている、紫になりかけている、全体的に生育もなんかこの辺で止まってる感じがするね。どうなんですかね、なんか漬物になる野沢菜という感じじゃない。はい、で、ね、あとは茎ブロッコリー、茎ブロッコリーは一体いつになったらブロッコリー感出してくれるんだろう。あ、また青虫がいる、すごっ。嘘だ、丸々とした青虫がなんでいるんだ。逃げる、青虫が逃げる、冷た、体冷た、なんでいるんだ青虫。もう全然蝶々とか飛び回ってないのになぜか青虫だけがいる。どこから来てるんだろう。この辺はいないかな、この辺もいないかな。よし、じゃあ今日も日曜日ですけどね、もうめちゃくちゃ休みなしじゃよ。はあ、じゃあ今日も行ってきます。休みがない、休みが欲しい。国試前の薬学生に休みなしって、ね、日曜日だけども勉強していきます。またまた。